久保さんこんばんは、気になる男第216話でございます。えー、今回はですね、まあ you はつこ、YouTube を使いこなすってお話を、まあ、前回して、前回からずっとしてるかなと思ってるんですけど、まあ、個人個人で、えー、動画が、個人個人で動画で発信できる時代、まあ、この中で久保さんが 言っていただいたのが、まあ、YouTube は多数決に対して少数派を作れるんだよっていうねいうところを言っていただいてて、まあ、その中でえじゃあそれが何が必要なのかって考えてたんですけどやっぱり自分の感情をうまく表現する力っていうのが問われているんじゃないかなとを非常に考えていてですね、まあ、言いたいことがあるのにまとまらない う,ーんうまく伝えたいけど言葉にならないまあそういうことっていうのが多く、まあ、特に自分はすごくあるんですけどただしやはり言語化できないと誰にも伝えることができないという言語化できないと誰にも伝えることができないというまあそういうところがあるのかなと思ってるんですけどイメージできているけれど 言葉にするのが難しいと。イメージはできてるんだけど言葉にするのが難しいと。やっぱりそういう場合だと、もうこうなってくると、もう言語化のトレーニングをしないといけないのかなと。まあ、足りてない、単純にも能力として足りてないんであれば、もうやり込むしかないのかなっていうところを感じていて。そうなるともう自分の考えを発信する習慣をつけるっていうことをまあやる。まあ、普段 まあやらなくても会社の仕事でできていて全然使わなくてもね全然いい場合もあるんですけどもしその能力が必要なのであれば自分が生きていくために必要なのであればやっぱこの YouTube っていうプラットフォームはそのアウトプットとして非常に意味的しているのではないかとすごく考えていてまあこのまあ自分が塾をやっててすごく感じるのが他の人に まあ勉強を教えて言ると自分の理解度が深まったっていうのがよくあるパターンだと思うんですけどこれはやっぱすごくあってあ人にまあ熟成さんにですね、まあ、YouTube のこと質問されて、まあ、こここうだよって、まあ、伝えることによってすごくやっぱ自分の思考が深まるというか、まあ、伝える力が高まっているっていうのはすごく感じていてああこうやって伝えればいいんだなっていうところ やははりこれはアウトプットの思考に思考の整理にすごくつながるなというところもあって、まあ、とにかくその一度出力しないことには、まあ、自分が本当に考えることだったり、まあ、潜在的な可能性っていうのが見えてこないっていうところが、まあ、あるんじゃないかと。 そして、えー、YouTube をやり込むことで見えること YouTube をやり込むことに見えてくるものこれ何かなと思うんですけど何気なく過ごしてしまうこの日常の生活の中何気なく過ごしてしまう日常の生活の中まあ普通に過ごしてたら全て過ぎ去っていくんですけどもこの,、まあ、この言語化のトレーニングですね言語化のトレーニングをまあ心がけること、まあ、YouTube を撮るっていうことですけどもそれを 心がけるることとでで、まあ、思考停止状態かから卒業できるんじゃないかと、まあ、自分自身が思考停止してないつもりでもそこからまあ抜け出すきっかけになるのかなと、まあね、その思考停止状態から出、ね、しなければいけないんだっていうところを、まあ、自分が今思ってたところで、まあ、そういう意味でその今までは何も感じないようにあえて生きてきたんじゃないかっていうところがあるのかなとふと を感じるようになりまして、まあえて感じない、いろんなことをなるべく感じないように生きる、まあそれは一つのこの生き方の初成術かもだったかもしれないんですよね。だからやっぱりそれをやってると結局、まあ生きることはできたとしても、また他の人に影響を与えたり、まあ自分自身だけで終わっちゃうっていうなところになる。 だから、まあ、そうなりたくないとかそうでなくない人間にやっぱなりたいと思ったら言語化っていう能力をやっぱり自在にこの操れる人間にならなきゃいけないしもしこれが自在に操れるような人間になれるようになったのであれば本当の意味で自分の自身の思いっていうのを人に伝えられるんじゃないかなと思ったんですね。それがができてないがゆえに こう自分が思っていることがこう,うまくこう表現できないっていうところ本当は考えてるかもしれない本当は考えてるかもしれないけどそこ、まあ、思考の進化っていうところもっと深く考えてるんだけどそれが言葉に出せてないっていうところをすごくもしかしたらもどかしく思っているんであればそこはやっぱり成長させなきゃいけないし。 もっと深く考えなければいけないのかなともっと深く考えてそれを出すみたいないうところにつなげていかなきゃいけないとう、まあ、内なる言葉でもしその思考を紡げるなら考えているんであればそしてそれを例えば文字に起こすことができるならこれもう一つその外に向かう言葉って変換することもできるんじゃないかなと思っていてなこそもそもその まあね、内なる言葉がその思考が紡げる、まあ、もうちょっとこの先いくとその言葉にできる力っていうところがあるんであればその言葉は言葉まで出せますとまあ文字として出せますとであれば今度はその今度言葉口に出して出すっていうところのそのつながりですよね頭の中のものをまず文字化します言語化しますとでそこから今度は言葉に出すっていうだ第二出力というか もしそここれできるようになるとすごく強いというか、まあ、大いなる力を得ることにができるきっかけになるんじゃないかなと思って、まあ、それがその YouTube を使いこなすことにつながるのではないかっていうところをすごく考えたんですね考えていることは文字にできるじゃあ文字にできるんであればそれを言葉にちゃんと自分の言葉 感情を乗せてて発信でできるんじゃないいかっていうところですよねそしてもしその力をまあ手に入れた手に入れたおかしくなった手に入れた時にこれ YouTube っていうのはとてつもない力を与えてくれるんじゃないかただその言葉を発信してるだけじゃなくても,もっとさ,さらにその上のステージにまあ自分を連れて行ってくれるんじゃないかなっていうところはすごく感じていてだからこそこの YouTube を使いこなすっていうところにすごく まあ意味があるのかなと今回感じましたね。はい。ということで、まあ、最後ね、言葉にできないことは考えていないと同じであるっていうところなんですけど、言葉にできて、さらに今回は、まあ、YouTube っていうところで言うならば、YouTube として表現できる、言、口に出せるかどうか、口にしっかりと載せて伝えることができるかどうか、まあ、これがやっぱり大きいのかなというところをすごく感じましたね。 はいということで今回はあ YouTube を使いこなすことでも見えてくるものっていうタイトルでいこうかと思うんですけど本当にここの力をもしできるようになればこれ大きく何かがこう伸びるんじゃないかとをすごく感じましたということをちょっと伝えたいなと思って今回動画にさせていただきました「えー、気になる男第216話」こんな感じで終わっていこうかと思いますありがとうございました久保さんそして次も 次の第227話もよろしくお願いします。それではまた次回の気になる男でお会いしましょう。それではまたバイバイ。